たまちゃんは初対面の人とはどうやって仲良くなりますか？仲良くしようとしませんけど私いや別に仲良くするかどうか決めるのはその人でしょ、うん、もうこんな自分でよかったらどうよみたいなね、うん、そうやって思って、やってます。別にその人に気に入られようとか仲良くなろうと思うことはないです。だって仲良しになるのはもう分かってますから。分かってる。目の前に来るってそういうことでしょ。仲良しになるために目の前に来るんですから。仲良くなるの分かってんだから、仲良くなる努力なんかいらない。もう昨日もねパリで捕まって、久留米から新幹線に乗ってやってきた頭のおかしい女性が一人紛れ込んでいましてねその人はたまちゃんの楽しみも知らないですよ。たまちゃんって誰みたいな。ただ主催者に騙されてここに連れてこられる1年前から断れないほど長い時間をね、1年前から。さすがに1年後に予定があるとかいう断り文句は言えないでしょう。ですよね。だから主催者は本当腹黒いと思うんですけどそれでね1年かけて騙して連れてきたんですよ。もうしたらそれ帰ればいいのに、昨日騙されたんだったら帰ればいいのに、喜んでまた今日も来てるんですよね頭おかしいなとしか思えないんですけど。でもその人がなんで今日も喜んできたのかっていうと、たまちゃんが、その人にこう仲良くなろうと思ってね、おべっかを言ったりこびを打ったりとかしたわけじゃなくて、むしろガンガン突っ込んでやったんですよね何しに来たみたいな、帰れみたいなことを言ってったら喜んでくるわけで、だからどんなことをしても仲良くなるようになってるんですよだから何にも心配いりません。絶対仲良くなるに決まってるって思ってますから。頭おかしいですよね。ですよね、はい、そうなんですよ、はい、そういうことなんですよ。目の前に来る人は意味があるに決まってるじゃないですか。世界中に70億人以上いるんですよ。70億人と毎日毎日ね、例えば1秒に1回違う人と会って自分の一生の間に70億人なんて会えないんですよ。一生出会えない人が大半ですわ。その中で出会ってるんですよ。意味があるに決まってるじゃないですか。大の仲良しに決まってるじゃないですか。目の前に来ただけで。その大の仲良しにも種類があるでしょねえ、遊び仲間とかね、まあ悪さでつるむ仲間とかね、忠告し合う青春ごっこやりたいみたいな、あるいはね、こうあなたのためよみたいな感じでね、なんかドラマみたいなことをやってる友達もいますけど、全部目の前に来た人たちは全部自分の友達です、その友達にも2種類いて、ね、優しい風を吹かせてくれる友達と厳しい風を吹かせてくれる友達の2種類あるんです。どっちも自分にとって大事な風でしょうが、どっちも自分にとってありがたい風でしょ。なのになんで襟好みするんですかね。優しい風だけ求めたい、厳しい風はいらないからみたいな、ね、そんなことやってるからいつまでたっても不幸なんですよ、はい、不幸せの山を登ってきたら大体気づきますわ。あ、人生って受け入れることなんだっていうのが分かりますわ。それが不幸せの山登って、あ、ここで降りてきたんだっていうサインです、はい、人生って許すことなんだ、受け入れることなんだっていうのが不幸せの山終わりのサインです。そうするとそこから先は幸せの山しか登れませんから。